における郵便局の一位である日本と台湾とのサプライチェーンは不可欠かつ緊密関係にあります。今回の発表のテーマである、グリーンテクノロジーの未来、これはもうまさに今求められているテーマになります。今大世紀は日本人エンジニアが台湾で創設した工作機械メーカーになります。過去に日本の工作機械メーカーとも技術提携をして発展してくれました。 SYIC は変換可能な一気見品式、これ特許もらいましたの設計をフォナクトブラザーのアナアデータリーセンターで使用できるようにできました。こういう部品を使うことが ESG にもつながりますし、我々は次世代のものづくりを支える企業になりたいというふうに考えております。高品質、高納期、またローコストの製品を対応するために、特にこれからはデジタル最適化の管理、また AI 化の製造工場を目指して頑張っていきたいと思っております。エネルギー消費量ですとか無駄な強度の2つの指標を管理する必要があり、YCM 社では第5工場またオフィスビルに今ですね 1800kW ピークの電力を生成できるソーラーパネルシステムを設置しています。国では2020年から環境環境を導入することを決定しています。地球環境変化の原因で、高品質のスマート機器および環境問題などは、ただのスローガンではなく、皆様の力に直面しなければなりません。さらにですね、台湾は工作機械の第9位の優秀作品であり、日本からの高品質の工作機械を多く輸入しているため、日本にとっても台湾は非常に重要なマーケットだと思われます。The upcoming TIPCOS will be held from March 6 to 11 next year in Taipei. So we are looking forward for your coming. とカオミン様は約50年にわたるお取引がございます。で、特に東南アジア等でたくさんの機械を販売させていただいております。お客様の評価としましては、非常に耐久性が高い機械で、加工も精度よくできるということで、非常に高い評価をいただいています。長い期間、要はアフターパーツの部品を持っていただいているということもありまして、安心して使っていただける機械かと思います。ハイミンさんにはボールネジでとても長きにわたってお世話になっております。いつも助けてくれたのがハイミンさんです。もう期待しております。ぜひご協力よろしくお願いします。ありがとうございます。ハイミンさんのボールネジはもう数年、十分に買わせていただいておりまして、全くですねトラブルがありません。本当にありがとうございます。ありがとうございます。キラさん、ハイミン共にウィンウィンでですね頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。台湾企業のいいところは開発スピードが速く、お客様の要望に対してカスタマイズをよくしてくれるところだと思っています。また台湾は非常に親日な国で、私たちは仕事をする上で大変助かっています。